水ちゃんです。今回はですね、近鉄、郡山駅の方に、来ております。今回はですね、近鉄郡山駅の、西側に、なんとね、角打ちがあるということでね、今回ねちょっと調査に行ってみたいと思います。はい、近鉄郡山駅降りましてね、こちら向いて踏切渡りましてね、西側にねずっと歩いていきますわ。はい、到着しました。はい、本日ねお伺いさせていただくお店はこちらの青い酒店さんですね。はい、はい、こちらがですね、酒屋さんの方の、入り口になります。角打ちはねこのお店の裏側になるんですよね。ちょっと分かりにくいんですけど、ここがね角打ちの入り口なんですよ。ね、ではね入っていきたいと思います。あ、すいません。はい、青い酒店さんね入らせていただきました。じゃあねちょっと今回は中瓶、いただいていきたいと思います。栓抜きがねなかなか活かしてますよね。これ昔から知ってる人のあたりやってるね。ではねいただきます。はい。こうやってもその方で、まあ、ヘダさんの方で言いはったけどな。ここは朝何時からやってるんですか？朝は私は8時に開けるんですけどね。ああ、うん。そんな早く誰も飲まされへんかねんな。そうですね。僕は店、まあ、はい、あの酒店に開けてるけど。ああ。一応でも飲もうと思えば8時から飲める。まだ飲めるけど。ああ、そうですか。そういうことです。で座席なんですけどね、あのカウンターのみで、片側に4人ぐらいで、もう片側に座ろうと思ったら4人ぐらいね、一応、立ち飲みですけど 一応椅子も用意してくれっていう感じなんです。うん、まあ、一応最大8人ぐらいね、あの食べ飲みできるっていうスペースですわ。あてはですね、お母さんにあのお任せということで、今回はですね湯豆腐が、来ました。ちょっとね湯豆腐めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。ちょっといただいてみますわ。はい、湯豆腐のねこの香り、この出汁の香りっていうか、あのカツオの香りがねすっごいいいですわ。いただきますね。はい、いただきます。うん、おいしい。出汁がおいしいわ。うん、でねこの上にこのおぼろ昆布をねかけてくれてるんでね、これがまたねあのよだし出ておいしい。うん、これも朝から酒進むわこれ。今はね朝の10時半ぐらいかななんですけどもね、このね湯豆腐食べたらビール進むわこれ。喉越し最高。ここのお店はね夜は、夕方6時ぐらいということですね。その分ね朝8時から飲めるんでね十分じゃないですかね。でね、お母さんあのお一人でされてるんで、この手作りのねこのあてをいただけるということで、うん、だしめちゃめちゃ美味しい。続きましてね、こちら天ぷらをね、いただきますわ。もうね、ちょっとすでに醤油かけていただいてるんですけど、これはキクラゲかな。ちょっといただきますね。
練り物の方の、天ぷらですわ。いただきます。まあ、キクラゲですわ、これ。うん、美味しい美味しい。このキクラゲのこの食感。うん。でね、枝豆も入ってるのかな。うん。枝豆、うん。黒ごまかな。うん。でもね、美味しいわ。うん。みんな遊んではってんけどね、9時頃までいつももう役立ち、うん、こちらはね、大体ね、郡山の駅から5分ぐらい歩いたところにね、あるんですけども、まあ、駅前っちゃ駅前やからね、あの近いし、うん、なんせ朝から飲めるからもう最高ですわ、もう。生姜かな。ちょっといただいてみますわ。この天ぷらね、ちょっと赤いんでね、これ何か紅生姜かな思ってるんですけど、なんかね、ごぼうっぽいのも入ってるんですけど、ちょっといただいてみます。うん、うん、ごぼう入ってますわ。うん、あ、んでね、この赤いのはひょっとしたら唐辛子かもしれない。ちょっとピリッとするんで、うん、これはでもね、あのお酒によく合いますわ、このピリッとした辛さが。うん、美味しい美味しい。うん、2杯目はですね、2杯目は氷結の、パイナップルですわ。うん、パイナップルね、この酸味がね、まあまああって美味しいですよね。ちょっといただきます。はい、氷結パイナップルいただきます。なんですけども、あてはですね、お母さんがね、あるもので、作ってくださるんで、まあ、その時にね、あるもので対応してくれるということですわ。うん、まあ、メニューがね、そもそもないんで、うん、お母さんに任せるって感じですわ。で、お酒はですね、ここのね、酒屋さんで売ってる値段で、一緒ということで、自動販売機で売ってる値段と一緒ということでね、まあさすが各うちですわ。うん、天ぷら、いきます。最初の将来の酒屋、そのおばあさんと、そうやな、玉東のおばあさんと同じぐらいやって、今の奥さんって言われる。うん、もう一つ。はい。あと4つです。はい。ありがとうございます。ビール240円と。240円、260円。で、当てはいくらですか？当て100円。100円？ありがとうございます。